FX 比較、スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 今週の戦略ということで、週末恒例、次の週の戦略についてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、まずは私が主に取引しております5つの通貨ペアの冷やしチャート、1日の値動きを1本のローソク足に表したチャートを ご覧いただきます、はい、まず、えー、ベードル円冷やしチャートですね、えー、先週、確か強気予想で、えー、レンジ内ということを予想したと思うんですけども、まあ予想通り上昇して、そして、えー、ここの、ねえー、レジスタンスラインで一度弾き返されて、また、えー、戻ってと、ちょっとね、うーん、なんか微妙なローソク足が出たなという感じですね。はい で、続きまして、ユーロ円冷やしチャート。こちらもね、まあ、強気予想だったと思うんですけども、まあ、そこそこ上昇しました。ただ、ちょっとね、ここの長い上髭が気になるところではあります。はい、えー、続きまして、ポンド円チャート。こちらね、ちょっと予想外れて、えー、まあ、下がりました。はい。なぜかと言いますと、あのー、ポンドドルがね、えー、大きく下落したので、そちらに連動する形で下がってしまいました。ただ、まあ、後ほど、えー、ポンドドルの 冷やしチャートを出しますけども、まあ来週はちょっと強気でいきたいなと思っております。はい、えー、そしてユーロドルですね。冷やしチャート。まあまあ、先週も言いましたけども、えー、このようにね鍋の、鍋の底みたいな形のチャートというのはなかなかなりにくいんですけども、そうなりつつあります。果たしてこのままゆっくりと上がるのか、それともドガンと上がるのかといったところですね。底抜きあるのかなここまでしっかりね、えー、下根が硬いと。 なかなか下も行きにくいかなとは思うんですけども、どうなるでしょうか。はい、続きましてね、えー、先ほどもお話ししました、ポンドドルですね。ここでガツーンと下げました。一応、選手の予想ではね、えー、ここの、あのー、サポートラインは試しに行くでしょうという話だったんですけども、まあ、そこもガツと突き抜けて、ここですね、その次ですね、次ちょっともう冷やしートだと見えてないんですけども、ここが、えー、次のサポートです。んーまあ ここまではいかないかなと思っているので、一応強気予想でいきたいとは思います。はい。でですね、えー、今週の重要指標ということなんですけども、はい、今週はね、私が特に重要と思う指標はありません。はい。えー、で、経済指標や要人発言のスケジュールなどは、えー、動画説明欄に URL を貼っておきますので、よければ参考にしてみてください。ということで、えー、スノーキーの今週の戦略、はい。ベ からまあ、やや強気ということでもしかすると上に抜ける可能性があるかなと思っておりますそしてもほかはねユーロ円ポンド円ユーロドルポンドドルすべて、えー、強気でいきたいと思いますでですねまあこれらの予想をもとに、えー、あくまでも短期で、えー、売買して利益を狙っていきたいと思いますはい投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします、はい、今週はね今週とは今回はねえー、来週 今週の予想についてお話しましたけれども、これ以外にもバイナリーオプション、FX、そしてシステムトレード、投資に関するいろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。そして私のブログはこちらの2つありますので、えー、検索してみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。